はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、丸中盆栽です。はい、今回はねこのミニ盆栽をねお手入れしていきますんでよろしくお願いしますね。はい、最初はねこれですよこれは本当にねボーボーで何かわかりませんけど、多分ツタだと思うけどねね、はい、雑草をまずはね取ってきれいにしてくださいよね。俺が言うなってはい、ツタだねやっぱりね。これはこれもあれかな、ヘンリーツタかな、アメリカツタかもしれませんね。はい、こんな感じでね洗いましたよね、全貌が全貌が明らかになってきちゃったけど、はい、こんな感じでね、まあタラタラタラーとね、あの垂れ下がった感じがいいもんね、ちょっと長くね。まあこれはね、あの水はけが悪いもんで、こう箸で何箇所かそこまでね穴を開けとくと、まあ水通りがね改善するんで、あの植え替えない場合とかね、まあ応急処置的な、うん、感じであの考えてくださいよね、丸中は結構対応するけどね。よし、はい、こんな感じのツタですよ。はい、次はねこれこれもねわからんけど、これはあのミニバラですね。ちょっとね品種はわからんけど、まあうちにあるのはあのみやびのぞみ、あと富士見バラぐらいかな。まああとあれか、園芸種のバラもちょっと混じっとるんで、はい、これもねあの水はけ改善あの押してはい、そして消毒してちょっと表土をね、表面をきれいにしておきますよね。そんな感じの軽い作業ですからね。よし、じゃあね肥料をね一粒乗せてピンで固定しておきましたね。ミニバラの値上がりみたいになってるね。はい、次はこれですよ。これも雑草を取ってね、この木はね葉っぱが特徴的で、これはメギだね、八つぶさなの、やつなのかな、分からんけどメギ、なんか別名あったよね確か、ちょっとど忘れしちゃったけどね、あメギですよ、メギ。よし、こんな感じでこいつも箸で穴開けて植え替えいいのにね。はいはい、こうやってね時々こうやってね横着してそういうとこだもんね、あの要注意だよはい、じゃあねこうちょっと土を足して、土がなくなるとこの麦茶入れ麦茶入れからあのねここにちょっとね補充しますよ。はい、これもね肥料と消毒して、こう小さいやつはね勝負が早いでいいんだよね。はい、次はこれはあの未消したシャリンバイ、まあ途中送還みたいになっちゃってるけど、あの吹き流し吹き流し樹形ね、お得意のねこれになっちゃってますけど、まあこれもねあの冬とかはね結構鉢の表面をあのきれいにするとね、いろんな虫とか雑菌とかも取れるもんで、あのまあ冬やることないよみたいなね、消毒やったらっていう人はね鉢の上をきれいにしたり、あの肥料カスを取ったり、うん、そういうことをするとねいいかもしれませんね。よし、これは楓だね、東海での石突き、これはあれだね
三崎さん一行さんの会で即売で買ったやつだけど、まあ安いやつから高いやつまであったけどさ、まあ結構ね気に入るとね何個も買っちゃうんで、まあうちにこういうやつが10個ぐらいは軽くあるけどね、まあ上手に作るよね。はい、こんな感じでね、楓の石突きですよ、ミニ盆栽のね。よし、これもミニバラだけど、これは超ミニの鉢に入っとるね。そして3号鉢を20鉢にしとるかな。で、花が咲いた後にこれはね、バラの実がついてるね、ローズヒップっていうの、なんかこのお茶にして飲めるのかな、これはね。まあこれのローズヒップは飲めないかもしれんけどね。どういうバラの実の、ね、お茶なんだろうね、あれはね。またね、知ってる人もいたらコメントで教えてくださいよなんてね。よし、これもねこんだけ出とるんだよね、あのちっちゃい鉢の下から。よし、これを根を切って、はい、こんな感じでね、あとはちょっとね、あの消毒をして、バラはちょっとね春先とかアブラムシとかねつきやすいんで、病気がつきやすいんでね、ベニカはあれだよね、殺菌殺虫剤だよね、虫にも病気にも効くってやつだもんね。はい、まあね、いいと思いますよね。はい、これもね化成肥料を一粒はい乗せておきました。はい、こんな感じですよ、どうですかこれはなんだろうね、これはなんか葉っぱ見るとイボタに見えるけどね。はい、これもねポットで養生させておいたもんで、根がこんだけ張るんだよね。小さな鉢に入れとくと、そこの鉢の中しかね根が張れんけど、やっぱちょっと元気つけるのに黒ポットに入れると、これだけね根がパンパンになるまで、植物ってすごいねね、すごいですね、それではみたいな、あったね、そういう水曜ロードショーみたいなねさよならさよならっていう人ねね、あの人が面白かったね。はい、そういったわけでね、このイボちゃんをまあ滅味だよね、まあ戻れるとこまで戻ってみたいなね、まあ小さく維持するのがこのねミニ盆栽だもんね。で、まあ、戻れるとこまでね戻って、また来年みたいな感じでね。はい、じゃあね、サンドイッチ工法でまあ粘りボールを作って、朝日もちゃんでねぐるぐる巻きにしてぐるぐる巻きにしちゃうでね、ぐるぐるとね。よし、こんな感じで巻き巻きしちゃいますよ。はい、これを中に入れてね、かわいいでしょう、こんなコロンとしてそうするとね、この主音鉢にスポット入るでしょ、気持ちいいでしょ、これ意外と気持ちいいよ、スポット入るとねね、この主音鉢はね、あの素焼き鉢よりちょっとね高温で焼いとるもんで、これを素焼きっていう人もおるけど、これはあの主音鉢っていうやつだね。まあ関係ないけどよーし、こんな感じでじゃあね、固定しますよ、下から入れてでね、下を L に曲げて、これ粘りでねギュッと固定しておきますね。そして赤玉の再流で仕上げして
水を吸わせて、はい、完成と。どうですか？こんな感じになりましたよね。はい、じゃあね、最後にね、並べて今日の成果を皆さんでね共有してからさよならしたいと思いますんでね、お付き合いくださいよ。はい、これだけできましたよ皆さんね、と。はい、じゃあね、最後まで見てくれてありがとうございます。またね、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とね、高評価お願いします。